皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作ゆくチャンネル動画のご視聴ありがとうございます。でですね、今回の動画はですね、5月の、連休明け以降の、化石発掘の、総括をちょっとやってみたいなと思うんですけれども、こちら、見えてる写真なんですが、こちら、ゴールデンウィークの5月の、5日段階での、こういわき市アンモナイトセンターのこう路頭の写真なんですけれども、この写真を見ていただくと、この、ここですね、はい、ここにこう、コーンがこう立ってて、ここを囲って、入れないようになってるんですけれども、この上のところですね、この路頭の壁のこの上のところがですね、ここちょっと影になって見えてると思うんですけれども、要はこの、壁の下よりもこう上がこう出っ張ってる状態、まあ、こうオーバーハングになってる、こうひさし状になってる状態になってるところで、この上のところにこうこうひびが入って、長くスーッとひびが入ってて、万が一こう発掘中にこう崩れたら危ないということで、まあ、5月の連休中からここはこうコーンが立てられて、入れないようになってたんです。で、発掘はここができない状況になってたんですけれども、こちらがですね、6月に入った、まあ、ほぼ先ほどの画像から1ヶ月経った状態のもので、ここですね、先ほどの同じところなんですが、はい、ちょっとわかるかなんですけど、さっきは、まあ、この辺にこうもうちょっとこう出っ張ったところがあって、まあ、ここにも出っ張ったところがありましたよね。で、そういうところの、出っ張ってた岩がこう落とされまして、まあ、結構広くこうコーンが囲っていたところがある程度こう縮められた感じになって、まあ、この辺の、崩落の危険もなくなったんで、で一応まあこの辺の先ほどコーンがあったところもまあ発掘ができるようになったというところなんですけれども、ただまだこっちにですね、この辺がちょっとこう出っ張ってるところが残ってるんで、まあ、その辺はちょっと危険だということで、やっぱりまあこうコーンをね、置いて、発掘ができない状況になってるわけなんですけど、でもうちょっとこう鮮明な写真にしますと、まあこの辺にこうドーンと、こうオーバーハングになって出っ張ってた岩がですね、ほぼほぼ、まあ、落とされまして、まあ、ここを除いてはまあこちら側はもう発掘ができてと、まあ、落とした岩を掘ってもいいということになってたんですけれども、でまあ、6月、おおむね6月に入ってからのまあ化石の発掘の成果でいきますと、まあ、この上のところですね、この高いところにある岩、まあ、本来でしたらこうロープが張ってあって、掘れない場所なんですけど、まあ、そこが落とされたということで、でこの高いところですね、ここに入っている化石、主なものは何かと言いますと、やっぱりアンモナイトなんですね。アンモナイトの化石結構こう出る高さの標準なので、本当に、期待をして、こう発掘をアンモナイトを発掘しようということで、まあ、こう落とした岩を中心にですね、6月に入ってからはこう掘っていたんですけれど、残念なことに、正直言ってアンモナイトがほとんど出てきてないですね。で、何が出てきたかっていうと、まあ本来この高いところからは、まあ、ほとんど出てこないサメの歯が、
ってできてまして、で、まあ、サウナっていうのはこの下ですね、ほぼこの床、露天の床面からちょっと立ち上がった壁のこの低いところを掘れば結構サウナっていうのはまあ出てくるもんなんですけど、こちら側にこう出てるですね、まあ、この辺の岩なんですけど、まあ、今はもうだいぶちっちゃくなりましたけど、落とした段階はかなりでっかい岩になってまして、これをまあ6月に入ってからはずっとこうね、私は掘ってたんですけれども、でこちらがですね6月の中旬くらいの画像なんですけれども、ちょっと分かりますね、ここに、ちょっと大きい岩がこう落ちてるかなと思うんですけれども、これはまあさらに拡大して、まあ、ちょっと粗い画像になりますけど、まあここあたりから、こう落とされた岩で、まあこれはまああのこういわゆるこうひっくり返って起こってる状態なんで、まあこの下側がいわゆるこう上になってたところなんで、でこの岩をですね、まあ6月に入ったらずっと掘ってたわけなんですけど、まあ、基本的にはこの高さからの下岩の中には、まあ、アンモナイトが、まあ、確実とは言わないですけど、まあ、結構入ってるはずだという考えを持って、まあ、この岩をですねずっと割ってたわけなんですけど、まあ、掘れど掘れど、まあ、どういうわけかサメの方が結構出てくるということで、まあ、6月のに入ってからはですね、まあ、主だった歯で言うと、まあ、ここにこう、3つこうあるんですけど、まあ、あの結構本数は出てるんですけど、まあ、ちょっと状態の悪いものはね、こうお土産としてこう提供しちゃって今この手元にないんですけど、まあ、サイズが結構大きくて、いい感じのものはここにこう3つあります、はい、こちらから、まあ、スカパノリンクス、まあ、あのミツクリーザメですね、まあ、今の世で言うと今の世に生きてるのはミツクリーザメなんですけど、このスカパノリンクス、まあ、これ結構大きい、これね、まあ、この歯だけで2センチ以上ある大きさの歯なんですけど、まあ、これが出てきたり、まあ、こちらはまあ両方ともクレタラビナの、まあ、歯なんですけど、まあ、これもね、まあ、おおよそ 1.5 センチ余りある、まあ、結構大きな歯が出てまして、まあ、本来、まあ、この高さから、まあ、落とした岩であれば本当にね、たまに1本2本こう出るかなっていうところなんですけど、ただこの落とした岩からは本当にもう掘れば掘るほど、まあ、こうハサミの歯が出てくるということで、まあ、その地層がこう堆積していった時代、まあ、その8900万年前は要はそのサメの歯がこう割とこう寄せ集められて、結構こう集まってたところになってたということだったのかなとは思うんですけど、まあこの岩のこの上側ですね、まあ掘り始めたの上側、上っ面の側は本当にそういうサメの歯が集まってたという感じですね、はい、でまたその次の、発掘の機会があった時も掘った時に、まずはですねこちらですね、はい、クレタラビナの歯なんですけど、まあ、これはこれ見てわかりますかね、はい、結構ですね結構いい感じの、まあ、ほぼほぼ完品ですね、まあ、若干この歯根と言われる根っこの部分がですね欠けてはいるんですけど、まあ、ほぼほぼ、完品のクレタラムナが出てきて、でですね、今回の、まあ、タイトルにもなってます、その超レアサメの歯ということなんですけど、これですね、これが、まあ、これなんですけど、まあちっちゃいですね、これね、はい、でも発掘した当初、まあ、あの当然こう岩にこうくっついている状態なんですけど、これがここからここまでこれね、目盛りで1センチなわけですけど、まあ幅にして5ミリ弱で、高さもまあ5ミリあるかないかっていう感じの大きさなんですけど、まあパッと見そんなにね、
こうなんか変わってるかなっていう感じではないかと思うかもしれないんですけど、普通はですね、普通はまあここがいわゆるまあ始皇帝と言われる部分で、この横にまあ普通はこう一つ両側にこう一対のまあ側皇帝と言われるこうちっちゃい歯があるものなんですけど、でここの部分ですね、ここが基本的には根っこ、歯の根っこ、まあ、歯根と言われる部分ですけど、歯根の部分が普通でしたらまあ、光ってないんですよね、普通は。こうというかまあこうマットな状態ですね、こう光ってない状態なんですけど、これを見るとこの歯根と含めこの横のところまでこうちょっとこれ白いところが光って、まあ、光を反射しているところなんですけど、これも光を反射していると。でこうよく見ると、まあ、ここに、まあ、向かって右の、側溝灯のがありますけど、ただその横になんかこう非常にこう広い空白があるかなという感じなので、でまあ、これ歯がこう完全にこう露出してない状態なんで、もしかしてこれ普段見つかるようなこうよくある、まあ、クレタラムナ、さっき見たようなクレタラムナではないんじゃないかと思って、その日こう、まあ、職人さんに見ていただいたところですね、まあちょっと珍しい歯なんじゃないかという話が出て、でまあちょっと珍しい歯が出ちゃうとちょっと、いわゆる没収と。いうところが出てきちゃうんですけど、そのまあ没収に対してちょっと厳しい、まあ、職員さんに見てもらったところ、まあ珍しい歯なんじゃないかというところで、まあ、その日の段階の没収はまあ一応免れたんですけれども、でまあ家に持って帰って、でまあクリーニングをしてみようということになったんですけど、まあさすがにこう大きさが大きさなんでね、これまあ画面でこうでかく見えますけど、これがまあ5ミリですから、高さ5ミリもないような歯なんで、でまあ見てもらうと、ちょっとまあ画像が荒いですけど、まあ、こことかここにこう白い筋が入ってて、まあ、これは当然このひびが入ってる状態ですね。この歯にひびが入ってる状態なんで、まあ下手にこうクリーニングしちゃうとこう歯を壊しちゃう。まあどんなに状態が良くてもこうクリーニングの、失敗しちゃうとこう歯を壊しちゃうことになっちゃうんで、じゃあこれどうやってクリーニングしようってなった時に、まあ、普段ですね、まあ、こう発掘してる時に、例えばその発掘した前の日に雨が降ったとかいう感じになってくると、まあこう歯を含んだ土というかいわゆる地帯がもう水でこう濡れて、まあこうこれはわざと濡らしてる状態なんですけど、こういう感じで、ちょっとグレーが濃い感じですね、これね、水がかかってるところなってて、こう砂がこうポロ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 とこう落ちてくる状態になってくるわけなんですけど、まあ、本来でしたらね、これ濡れてる状態じゃなくて、こっからしばらく陰干し、数日置いて陰干しをして、で乾いた状態にしてから、まあ、クリーニングを始めるっていうのが、まあ、普通はですね、上等手段なんですけども、それを逆にですね、この小さい歯を、この小さい歯をですね、取り出すためにあえてこの周辺を濡らして、でこの細かい砂を浮き上がらせて、クリーニングするという方法もあります。はい、で、まあ、今回はその方法を取ったわけなんですけど、でこの周囲を濡らして、まあ、どうやってクリーニングをしたかというと、まあ、普段でしたらまあ、こう先の止まった、コンクリート針とかタガネとかを使って小さい歯までこうトントントンって叩いてこうクリーニングするんですけど、ただこの小ささの歯だとその打撃を与えるクリーニングレバーを壊しちゃうという、まあ恐れがあったんで、まあ、普通こんなことはほとんどやらないんですけど、見てわかりますかね、これでね、歯ブラシです。使い古した歯ブラシで、まあ、濡らしながらその歯の周囲をこうガリガリガリとちょっと軽く削る感じで、
まずこうクリーニングをしていったんですけれども、その後で乾かしまして、でですね、こちら、はい、ハケで持ってこう、浮いてきた細かい砂粒ですね、こうハケでこう払ってっていうのを、まあ、数回、こう繰り返したわけなんですけど、でその後、まあ、このくらいの状態までいったんですね。まあ、最初の状態から比べると、まあ、歯の周囲が削れて、で歯の状態がこう若干浮き彫りになってきたんですけど、まあ、これを見るとですね、はい、歯垢等があって、側垢等がある場所がありますけど、見ると、左側1、2、3、3本、で右側1、2、3、3本あるということで、まあこれ当然、普段見てるような、サメの歯じゃないということが完全に分かったわけなんですけど、でまあこの状態でまあいろいろネットとかをこういろいろ探って、どんな歯なのかということで、こちらですね、シネコドゥスという、まあ、サメの歯だということが、まあ、ほぼ分かったんですけれども、まあシネコドゥスの、まあ、どの辺の歯なのかはちょっと分かんないんですが、まあ歯がこう直立してるので、まあおよそこのサメの、まあ、口の、まあ、正面 この上の下からはちょっと分かんないんですけど、まあ多分このサメの歯の正面の方なんじゃないか、まあこの生えてる場所はこの歯がこうこっちかこっちかに曲がってるによって分かるとは思うんですけど、こう直立してる場合は大抵この、口の前正面の方なんですね、の歯なんで、まあその正面の歯なのかなという感じがするんですけど、でこのシネコドゥスの、まあ当然本来はこれ、歯があって、まあ側垢等があって、こう根っこがあるはずなんですね。根っこがですね、実はこういう歯の奥側にあって、奥側にこう出っ張る感じでこう歯根がついてるんですね。なのでこの状態では歯根があるかどうか分かんないということで、じゃあこっからさらにクリーニングするにはどうしたらいいんだってなると、その歯根というのは当然このこういう硬い歯のところと違って非常に脆い状態なんで、じゃあどうやってそれを取り出すのかというところなんですけど、実はですねこの後、その工程をやったんですが、ちょっと動画とか写真とか撮り忘れてしまったんで、まあちょっと口で説明するしかないんですけども、この歯ですね、この歯の、こう周囲、この周囲のこの砂の塊ごと、まずはこの塊ごと取り出すわけです。この歯の周囲ごと取り出して小さい塊にするわけですね。それをですね、ちっちゃいこの入れ物の中にお湯を入れまして、お湯を張ってそこにこうザブンとつけちゃいます。そう、まあ本来でしたらね、本来でしたらこんなことしちゃうと化石を壊しちゃうかなとは思うんですが、まあ、こういうちっちゃい化石に対してはこういうクリーニング方法もあれにはあります。はい、でこの化石を、まあ、歯をお湯の中につけまして、でちょっと置いて、で、まあ、水をこう、まあ、お湯をこう染み込ませますよね。この周囲の砂ごと染み込ませたら、それに対して細い筆でもってこの表面をこうなぞってあげるんです。すると、まあ、周囲の砂がやっぱりその打撃を与えて削ったりするよりも、まあ割と簡単に落ちたりします。なのでこう筆でこうスッ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 ってこうさすってあげると、周りの砂が落ちて、そしたらこう、この、まあ、後ろにかけてたんですけど、歯根がこう見えてきたわけです。でまあちょっとね、頑張ってこう接写して撮ってみたんですけど、ちょっとこれじゃ分かりにくいと思うんで、まあちょっとこの辺に画像を載せられると思うんですけども、このようにですね、歯から、ちょっと後ろ側にこう歯根が出っ張ってる状態なんですね。はい、で先ほど見ていただいたように、この歯のいわゆるまあ前、まあ、前面というとすれば、まあ、こう前面のところがこう全体的にこうピカピカ光ってましたね、さっきね。でその底の光ってるところの後ろ側にこう歯根がこう出っ張って、ちゃんとあったということで、まあ、この
これですね、このちっちゃいこの葉は、一応完品だったという状態ですね、はい。で、まあ、このシネコデスなんですが、当然この案内センターで出てくるサメの葉としては超レアです、はい。これよりもレアな、サメの葉にプチコダスというやつがあるんですけど、まあ、それの次ですねに超レアなこのサメの葉なんで、本来したらこれは没収となります、まあ、この動画を撮ってる時点で、まあ、その没収されることは、まあ、もう承知の上で撮ってるわけなんですけども、まあ、ここまでクリーニングしたので、まあ、近いうちにですね、こちらはその職員さんに預けて、まあ、アンモナイトセンターさんの方に、まあ、私の立場で言うと、まあ、献上するという感じになるかと思うんですけども、まあ、ここまでね、この綺麗に出てくると、まあ、シネコダスっていう、まあ、一応そのサメの属になるわけなんですけど、種類っていうのがあって、その下にそのシネコドゥスなんたらかんたらっていう、まあ、ちょっとね学名がつくんですけど、その種類までわかるんじゃないかなと思うんですね、このハーベスト。まあ、そうなってくると、まあこういう、まあ、一応マニアですけど、まあ、専門家ではないので、まあそのサメの、種類まで分かってくるというところで、今はこれ一応シネコドゥス SP、まあ、SP っていうのはスピーシーズ、まあ、種類、その種類ですね、シネコドゥスの、まあ、一種という段階でしかないんですけど、まあ、この状態であれば、まあ、その分かる人が見れば、そのサメのシネコドゥスの種類まで、断定できるんじゃないかなと思うんで、まあ、この歯はですね、まあ、近々お渡しする感じになるかと思うんですけれども、まあ、クリーニングで、まあ、最終的にはこの状態になってるんですけど、まあ、ちょっと見ていただくと分かるかなと思うんですけども、この辺にこの側喉頭の周囲にまだ若干こうね、砂の細かい粒がこうちょっとついてるんですけど、この側喉頭ですね、この大きさがもう本当に、まあ、画面上では大きく見えますけど、これ本当に1ミリあるかないかぐらいのサイズなんです。この一番大きい側喉頭でも1ミリあるかないかなんで、さらにそう小さい、こう横についてるやつなんかは本当にね、1ミリ以下の小さい側喉となってるんで、そこについてる砂をこれ以上肉眼でやるのはちょっと非常に危険なんですね。これ以上いじっちゃうと本当に側喉頭ポキって折っちゃう、恐れもあるんで、まあここは、これ以上いじんないように言わしてます、はい。まあ、こちらもですね、この大きい方から2番目の側喉頭にこう砂粒がこうくっついてるんですが、まあ、さっき別の角度から見てもらったように、こことここにこうひびが入ってるんで、まあ、これ以上クリーニングしちゃうと、ここからポキってこう3つに分裂しちゃう恐れもあるんで、まあそこでやめてます、はい、はい。というわけでですね、ゴールデンウィーク以降の、まあ、化石の発掘成果の、まあ、総括なんですけど、まあ、正直言ってこれだけ、これが本当に、まあ、こう1ヶ月余りの、まあ、最大の成果だという感じなんですけれども、で、まあ、その後、まあ、発掘を進めていってですね、先ほどのこう、露頭にあったでっかい岩をこう掘っていくと、まあ、当然こう、まあ、ひっくり返って起こってますんで、本来はこう下にこう、この地面にくっついちゃってる方が本来はこう高い方にあったはずなんで、当然こう下にこう掘っていくに従って、こう高いところに上がっていくわけなんで、まあ徐々にこうアンモナイトの方がこうドドドッと出てくるんじゃないかっていう期待がまだまだあるんで、まあ、今後ですね、さらにこう発掘を進めまして、アンモナイトをですね、今後は狙っていきたいなと思っています、はい。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画を再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。